蘭育次郎海底探検余分1実業家山城大蔵氏が私費を投じて経営している山城科学研究所にこのところ急に引き続いて妙な事件が勃発した。というのは。 まず最初の皮切りとして金網の中に保護されていた研究用の鶏が10羽とも全部ひなもろとも枕を並べて頓死してしまったことであり続いてその次に庭の中の池にいた鯉と金魚の一族がこれまた1匹残らず浮き上がって平死を遂げてしまったという事件なのである。が、それだけならば、 実はさして取り立てて騒ぐほどのこともなかったであろうがところがそれに続いて今日になってついに研究員太田良介までが研究中にぽっくり倒れてしまったしかもそのいずれの場合にも原因が一切不明であるというのだから甚ははだ穏やかならぬこととなってしまったのだだいたい、 この山城科学研究所というのは所長である山城大蔵氏の科学趣味が講じて生まれ出たもので指定の一部に母屋とは別棟の2階建て洋館作りとなっていたそしてそこでいかなる研究題目を取り上げていたかというとこれがいかにも素人の科学趣味が講じてなった研究所らしくよく言えば実に絢爛多彩な悪く言えば 手当たり次第に間口を広げたものであって例えば生理学に関する研究室があるかと思うとその隣には植物部門として例のごく最近の発見にかかるアルカロイド剤を使用した染色体の倍数増加による画期的な改良種を作り出す研究つまり直径4 0 5 0ンチもある朝顔を咲かせたり スイカほどもある巨大なメロンを作り出したりする研究あるいは電力を最も能率的に使う冷光電灯の問題そうかと思うと前世紀からの疑問である葉緑素の持つ霊妙不可思議な作用の究明などなどといったふうな最近の科学界のめぼしい問題は何でも一応取り上げてみたいという大変な研究所なのであった。 がこれは、所長の山城大蔵氏自身が電気会社化学肥料会社紡績会社などの重役を兼務して極めて精力的に活躍しているのとはこと違い研究所の方はなかなかそういうわけにはいかずあり得に言えばどの研究室も一向に目覚ましい業績は上げていなかったつまりいろいろの専門の違った連中がこの2階建ての研究所に集まって そこで思い思いに目の前の自分だけの仕事に取り組んでいる状態であったのだ実に無駄な話である山城所長もようやくそれに気が付いたこのそれぞれの専門を持った研究員たちを一つの目的のために集合する素晴らしいテーマを思いついたのであるそれは海底の探検であった 海底の探検というとちょっと冒険小説めっけれど科学趣味の所長が真剣になってそれを取り上げたのは次のような理由からであるすなわち人類の探求の手から現在海底だけが残されている人間の再現ない知識欲はまず歩くことによって自分の住む土地の探検から始まり次に船を利用することによって進行路 新大陸の発見となりついにこの地球は平面的には南極北極地帯までほとんど至らぬところもなく探られたそれから飛行機の発明によってそれは立体的に広げられ探求の手は成層圏を突破しつつあるにもかかわらずその探求は上ばかりであって 一向に下への探求が行われていないのだ全地球の3分の2を占めているという広大な海の底については全く未知なのであるそれはなぜであるかつまり海底の探求というやつは歩くよりも船に乗るよりも飛行機で飛ぶよりもなお一層困難であるからである。 このの困難にに打ち勝つには最新のしかも総合された科学の力を利用する以外に方法がないそういうわけで全書員たちを全て海底探検の目的のもとに動員してあるいは人体の生理的部門とか海底潜航機の機械的部門電気的部門とかいったように分担してもらったならば非常に効果が上がり 画期的探検がでできるのではないか同時に海底についてはまだいずれの国に属しているとも聞いていないこれは一つ全世界の海底をくまなく歩いて「海底は全て大日本帝国の領土であるという先々見を取らなければ面白くない」という一石数鳥の明暗を立てたのであった。 員たたちちももちろん賛成であったがこの明暗が順調に滑り出したと思ったのもつかの間まずニワトリの家族が頓死したのをきっかけに鯉金魚の連中そしてついに海底促進係を引き受けていた太田良介がぽっくり倒れてしまったのである。 <に>こりゃあお気の毒でですすが心臓麻痺ですな彼の研究室の実験台の間に実験服を着たままつんのめるようにして事切れていた太田涼介が発見され慌てて診察を求められて駆けつけてきた医者は小首をかしげながら綿密に体中を調べたあげく ポツンとそれだけ言って手を洗ったもはやカンフルを打つ時期も失していたし手当ての使用もないのだそして死因としては医者の言うとおり心臓麻痺というのが最も妥当であった何しろ外傷らしいものはうの毛でついたほどもなし中毒らしい症状もない朝から一人でコツコツやっていて誰も近づいたものもないし もちろん自殺するような男でもないが心臓麻痺といわれても反駁するだけの理由もない代わりにそのまま鵜呑みにするにはもう一つ何かその底に残っているものがあるように署員の誰もが感じるのだそれは第一太田良介という男が到底心臓麻痺なんかでぽっくりいくような男とは思われなかったばかりでなく 誰もの頭の中につい数日前に引き続いて起こったニワトリと鯉の変死のことがはっきりとこびりついていたからであるおかしいじゃないかニワトリだってこれと同じ状態だったぜ金魚だってそうだニワトリや金魚が枕を並べていっぺんに心臓麻痺でぶったおれるなんて聞いたこともないよ平井研究員が眉をしかめた 全くだ。しかしまあニワトリや金魚の場合は全滅だったけど人間の場合は太田くん一人で引き受けてしまったわけで僕たちが助かったのは不思議だよ斉藤研究員が言ったよせよ縁起でもない心臓麻痺なんかたくさんだ平井は首をすくめるとこそこそと研究室を出て行った が外に出ても危険なことは同様である何しろ庭の中のそのまた池の中にいる鯉イと金魚がやられてしまったのだからこうなると研究員たちは身の置きどころがなくなってしまったわけであるとにかくこれが何か毒物のせいであるとか何とか原因さえはっきりすればすぐ対策も講じられるのだけれど原因が不明では ったく手のつけようがなかった結局署員たちは日当たりのいい芝生の上にひと塊になって時々ちらりと研究所の建物を見ては何かこそこそと話し合っていた「得体の知れない死神に科学研究所が占拠され科学者どもが追い出されてひなたぼっこをしているありさまなのである」弱ったことになりましたなあ所長。 副署長の斎藤学士が母屋の応接室で山城署長と顔を見合わせていたおーせっかくの意気込みがめちゃめちゃだよ山城署長は太った腹に手を置いて椅子の中に埋まったような格好で首を振ったとにかくこのままじゃ誰も仕事が手につかんですここんなことなとら、 鶏がまずやられた時に徹底的に原因を探るべきでしたな鯉だってそうだよいや鯉の時は相当骨を折ってみたんですがね例えば池の中に毒があるかどうか分析してみたりないのかね痕跡さえもありませんきれいなもんですおお。 伝説もあるようじゃないかねはあそういう見方もありますね池の中のやつはそういうこともできるでしょうが今日の太田くんの場合は感伝説では納得できません太田くんの倒れていた近くには電線なんて一本もありませんでしたからね無論電気の抜けた跡もありませんおお。 困ったね困りましたなあこのままじゃおちおち仕事も手につかんというありさまですえらいことになった太田君も浮かばれまい山城所長はこめかみを抑えて息苦しそうにうなりだした少し神経過敏になっていた斎藤はぎょっとしてその顔を覗き込んだけれど 幸いこれは正体不明の死神に取りつかれたのではなかった3なるほど妙な事件ですな山城所長が最後の切り札として思い出した月沢俊平は電話で招かれると間もなくやってきた。 相変わらず小ざっぱりとした身なりをして何かというとその声には人を安心させるような特別な響きを持っていたとにかく医者が言いますにはこれは心臓麻痺だからうつる心配はない安心してよろしいとは申すんですが何分今申し上げましたようにその前にニワトリとコの事件があってこいつがどうも 別のものとして切り離せないように思うと、気味が悪くって。斉藤副所長が一通り説明した。ごもっともですとも。心臓麻痺が鶏から鯉、鯉から人間と移ってはたまりませんや。気味が悪いですな。ほう。とにかく研究所をご案内ください。ああ、どうぞ。 太田亮介の研究室は1階の東側にあって鶏舎とは細い道路を一本隔てている位置になっていた池は建物の南側だったし間に植え込みがあって全然見えなかったあなるほどこの研究室は太田さん一人なのですね月沢俊平は無遠慮に部屋の中を見回したそうです 助手が一人いるんですが風邪でここのところ一週間ばかり休んでいまして今日は遅く10時過ぎにやっと出てきたわけですその男が発見したのですさもなければ夕方までわからなかったでしょうがもろん太田君は今日やってきた時には少しも普段と変わらず元気でした現に私ともタバコを吸いながら冗談も言い合いましたし9時頃から研究室に入って 一時間ばかりして助手が入ってみると、倒れていた、というわけです。ほほう、その助手という男はいや、それは信用して大丈夫です。中学を出たばかりの若い者で、実家から通っているんです。実はさっき念のため使いを出して家の方を調べてみたんですが、 1>, 1週間の欠勤中は家に寝たっきりで一歩も外に出なかったそうですまた太田君との間も非常に親密で実にしっくり言っていましたしうーんしかし一応会っておきたいですな助手の坂口はすぐ呼ばれてきた敬愛していた太田研究員の突然の返信にあって しかもそれを発見したのが自分であるということから相当心理的打撃を受けているふうだったけれどしかしそれ以外斎藤副所長の言う通り十分信用のおけそうな好青年だったしたがってひょいと浮かんだ最も常識的な解決つまり主任と助手との研究上の葛藤といったようなことはもろくも打ち破られた君 今度の事件について、何か心当たりでもあるかね？いえ、さっぱりわかりません。ああ、この研究室では何を研究していたんだね。ああ、実は今度の所長の方針に従って、海底の促進と海底においての通信といったようなことなのですが。おほほ。 どんな方法でそれは坂口は「言ってもいいですか?」というようにひょいと斎藤副所長の顔を見てから「音を使ってです」音は空気中は1秒間3 4 0ルの速さですが水の中ではその5倍のその5倍の1 5 0 0メートルで しかも空気中よりもはるかに遠くまで確実に伝わりますそれに無電の電波は水中はよく伝わりませんが音波なら相当よく伝わるからです音といっても特殊なものですが超音波というやつだねそうだろういやそれでわかった 月沢俊平はにやりとした超音波は一定の方向にだけ発信できるから促進用や通信用にはもってこいだねしかしそれにしてもこの研究室では素晴らしい超音波発生装置を作り出したと見えるね例えば人間でさえ参るようなほうははは 俊平はすっかり機嫌のいい顔になっていたとにかくこの事件は目に見えない耳に聞こえないしかも猛烈な超振動によって生物の血球を破壊するという超音波の仕業だよ。ただあまり素晴らしい超音波発生装置を作ったためにかえって発明者自身が被害者になってしまったんだ太田くんがね そうでしょうかそうかそだともそれ以外に考えられないじゃないか第一見たまえ向こうの水の中に油の浮かんだビーカーがあるがそれと同じようなものが太田君の倒れた近くの台の上にもあってこれはまるで牛乳のように混和してしまっている油と水とはいかにかき回したって決して混じり合うような代物じゃない。 超音波以外に、こんな力は持っていないなのだ。太田君はまず優秀な超音波発生装置を作ったがその実験中にちょうどこの向こうにある傾斜では全滅の悲劇が起こったものに違いないそれから今度は最も手近にある水中実験として庭の池を利用したところが ここでもまた被害者が現れたものだから慌てて研究室に帰って水と油の実験を試みているうちに今度は自分自身がそれを浴びて倒れてしまったのだと思われますね。ほうほう。つまりですね、太田くんが倒れたというところから太田くんの作り出した超音波発生器はそれこそ 超超音波発生器ともも言うべきもので今までの水晶を使った圧電気現象を利用するものやニッケル合金を使った磁割現象を利用するものなんかよりももっともっと強大な恐るべきものだということが想像される実に素晴らしい発明です。おあ目に見えず耳に聞こえぬ超音波。 なるほど、それでは分からなかったはずですなあ斉藤副所長が山城所長を振り向くと途端に所長は何か霊感に打たれたように副所長を招き寄せてささやいた君すばらしい発明だ月沢さんの言うとおりだついてはこれを利用して。 じょのすべてをあげしんへいきをつくりだそうじゃないかしんへいきそうだよそうだともこれがだいいっせんにかつやくするときがきたらだれよりもまずお田たくんがよろこんでくれると思うんだ。 海底の探検も悪くはないがその前にまず敵を片づけてからにしようではないか発明会の楽天家山城所長は顔を輝かしてあっけに取られている一同を見渡したものである。